はい、ジェットです。おはようございます。今日もですね、ヤビツに登っていきたいと思います。前回9月17日だったので、約1ヶ月ぶりのヤビツになります。まあ、その間にですね、例のズイフトトレーニング、4週間 FTP ブースタートレーニングを、今回2回目に入っていて、その3週目に当たります。まあ、その間にどのぐらい伸びたかというのを見てみたいと思います。まあ、前回ね、47分4秒だったんで、まあ、今日は46分台を、まあ、目指したいというふうに思っています。で、まあ、今日は全体的にちょっと楽しんで、まあ、やっていきたいなというふうに思っていますので、最後までご覧ください。You know.
菜の花大公園に来ています。いつもながら絶景ですね、ここは。秦野の市内が見えて、そして相模湾が見えて。で、あちらの方が箱根ですかね。今日は大島とかそっちの方はまだ名古屋見えないんですけど、まあ、かなり空気も澄んでいて、そして、こう秋の落ち着いた雰囲気で、とてもいいと思います。矢部津行ってきました。で、今日の結果はですね、46分41秒ということで、まあ、目標の46分台を一応達成しました。ですね、まあ、前回が47分2秒なんで、そういう意味では21秒ぐらいですかね、一応早くなったということ で、やっぱり3週間トレーニングをまあほぼ毎日してと、まあ、いうことで、前回確か30秒ぐらい早くなったんですよね。で、あと1週間加えて12秒ということで、全部で40秒ぐらい1ヶ月のトレーニングっていうのだったんで、まあ、トレーニングの成果っていうのは、まあ、それなりにやっぱり出てるのかなと、まあ、いうふうに思いました。まあ、ただやっぱり走っていて、こう自分のパワーにこう余裕があるというか、いろいろその分頭の中でこう考えたり、まあ、することができたかなと、まあ、いう感じがするので、まあ、ある意味こうこのまま正しいやり方なんで、このままトレーニングを継続していきたいなというふうに思っています。はい。まあ、今日はね、雨にもたたられず、天気もまだよくですね、暑すぎず寒すぎずということで、最高にいい秋の日の中でタイムトライアルできました。はい。できればね、年内に45分切りたいなというふうに思っています。はい。では最後までご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さよなら。バイバイ。